前回までのあらすじ。72時間で四国88カ所完全制覇の旅。2日目は16番札所の観音寺からスタート。大龍寺へのロープウェイや、徳島名産のすだちジュースを楽しみながら順調なお遍路に成功。午後には徳島を後にし、2軒目の高知に突入した我々であったが、この日重大なミスに気づいてしまう。皆さんおはようございます。ただいまの時間は午前7時で、宿泊したホテルの駐車場からお送りしてます。綺麗ないいお部屋だったな。おかげで体力は回復しました。いつか私の席もできたんですね。昨日は固定がなくて転がり落ちてましたからね。いやーなかなか苦労しましたよ。ティッシュ箱反転しただけだろ。というわけで早速お遍路を再開していきますよ。昨日は27番札所までだったから、今日は28番札所からだな。もうすでに結構時間使っちゃってるけど、これ72時間で間に合うのか？聞く。実は現時点で、旅の出発から40時間ほどが経過してて、まだ余裕で半分も行けてないんですよね。それってかなりヤバくないですか？まあまあ落ち着いてください。この旅のスケジュールで参考にしたのが、水曜どうでしょうって番組なんですけど、その番組が72時間ぐらいで回ってたんですよね。だから多分どうにかなりますよ。本当かな？28番札所第日時。てか雨降ってるんだな。朝土砂降りになってて、今は降ったり止んだりって感じですね。土砂降りはさすがにきついので、てるてるくんなんとか晴らしてください。まあまあ、俺に任せろ。29番札所国分寺。30番札所善楽寺。善楽寺さんには梅見地蔵さんがいて、首の上の病気へのご利益があるみたいです。今度目の手術をするので、無事終わるように祈っておきます。結構雨が降ってきたな。辛いです。でもなんかお寺に着く頃にはちょうど雨が止んでるんですよね。てるてるくんのおかげだな。昼までには完全に晴らしてみせましょう。お願いします。竹林寺の駐車場に到着しました。駐車場めちゃくちゃ広いな。ほんとですね。竹林寺さんはお隣に植物園があるみたいです。だから駐車場がめちゃくちゃ広いんだな。植物園は行ったことないので結構興味ありますね。竹林寺さんの入り口に到着。綺麗な新緑だな。近くに植物園があるのもあって手入れが行き届いてる感じがしますね。中の庭園もめちゃくちゃ綺麗ですね。これは個人的88カ所庭園ランキング暫定1位レベルの強豪です。車に帰還。おっ、雨が止んだんじゃないか。なんとか昼までには間に合わせたよ。てるてるくんお手柄ですよ。雨が降ってるとカメラと傘で両手が塞がっちゃってだいぶ動きにくかったんですけど、雨が止んだらこっちのターンです。ここから一気に盛り返しますよ。32番札所善寺無事。33番札所設計寺。34番札所種間寺。35番札所清滝寺。36番札所昇竜寺。売店があるぞ。おっ、ということは例のやつもありますかね。おみくじ発見、即購入。徳島県のおみくじは小吉だったのですが、2軒目の高知で徳をさらに詰めたはず。いざ尋常に、勝負。まあ元気出せよ。だってもうお寺36箇所も参拝してるんですよ。末吉よりは上のやつ期待しちゃうじゃないですか。それだけ今までの徳が低いってことですよ。ぐぬぬ。次の愛媛のおみくじまでになんとか徳を積んでいきますよ。とその前に、お昼ご飯タイムです。今日は道の駅川嘘の里須崎さんでお昼にします。川嘘のマスコット新庄くんがいるぞ。須崎市には日本川嘘が最後に確認された新庄川があって、新庄くんはその新庄川が由来になってるみたいですね。そんな道の駅で食べるのはもちろん高知名物のあれ、土佐丼です。おお、美味しそうですね。昨日の夜しっかり調べた甲斐がありました。厚めに切られたカツオのたたきに甘辛いタレがかかってて、めちゃくちゃ美味しかったです。現地のカツオは本当に一段階レベルが違うので、高知に行った時はぜひ食べてみてください。車に帰還。昼ご飯の後ということは新メンバーの発表です。新メンバー、カモン。よよよ、どうも。高知の名産、土佐ガツオや。高知の海沿いは全部わしに任せてええぜよ。というわけで高知で新たに土佐ガツオくんを迎えて、午後のお遍路の旅を再開していこうと思います。カツオくんよろしくな。それでは、レッツゴー。37番札所岩本寺。
整理終了。カラフルでいいお寺だったな。ということで次はいよいよ38番札所ですね。いよいよって何かあるんですか？38番札所はですね、Y が説明するで、38番札所の金剛福寺は四国の最南端である高知の足摺岬にあるお寺のことで、四国の最南端に位置する特性上、37番札所からの距離はとんでもないことになっちゃって、その距離なんと 85km。 シンプルに遠すぎることからお遍路の旅最大の難所に挙げられることも多い。まさに高知県お遍路のラスボスに位置するお寺でよ。カツオくん説明ありがとう。そんなに離れてると結構時間かかっちゃいますね。そうなんですよね。しかも37から39までの位置関係はこんな感じになってて、37と39の方が全然近い位置にあるんですよね。おい、ズルしようとしてないか。そんなことないですよ。せっかくここまで頑張ったので88箇所しっかり回りますよ。とか到着しました。お疲れだぜ。頑張って運転したので楽しませてもらいますよ。ってあれ、猫ちゃんがいる。足摺岬に住んでる地元猫っぽいな。こんにちは、君かわいいね。 LINE やってる。ちょっと警戒されてるな。ごめんなさい。ということで先に足摺岬の観光です。室戸崎は景色がかなり良かったので、足摺岬も結構楽しみです。この階段の先が展望台みたいですね。うおーおーおー、海だー。綺麗な水平線だな。やっぱり海はいいですね。こっちの断崖絶壁もすごい好みです。38番札所金剛福寺。そして金剛福寺のご利益はこのでっかい石亀さん。願いを込めながら撫でることで幸運が訪れるようになるみたいです。参拝終了。ということはまた長距離ドライブの時間です。次の39番札所が Y の高知県祭を気合い入れていきんさいよ。頑張ります。うおーおー、あー、波動拳。39番札所円光寺。お遍路マップがありますね。円光寺さんの参拝を終えたので次はいよいよ愛媛に突入です。これで四国4県中の2県を制覇だな。かなりの達成感がありますが、まだ半分なんですよね。それでは愛媛に向かってレッツゴー。40番札所漢字大寺。よし、それじゃ次の札所に行きますか。もう18時だぞ。もうそんな時間なんですか。やっぱこれ72時間で回るの無理じゃないか。だって明日の12時までなのに残りまだ48箇所もあるぞ。ちょっとさすがにそれは無理っぽいですね。水曜どうでしょうを参考にしてるって言ってたけど、それに何かあるんじゃないか。ちょっと確認してみますね。まだ怪しいところはありませんね。あ、なんか見つかったか。ですね、水曜どうでしょうさんたちは真夜中のお遍路をしてました。過酷すぎて草。うちは運転手が一人しかいないから、それはさすがに再現不可能だな。ずっと面白おかしくやってるからすっかり見落としてました。これは今晩作戦会議だな。そうしましょう。ということで今日はここまで。次回へ続く。